どうも、こんにちは。雲勢と言います。今日はこちらのゲーム、ホブというゲームをやっていきたいと思います。こちらはゼルダみたいな、ね、ゲームらしくて、ちょっと面白そうだなと思って、今回やってみようかと思っています。では始めていきましょう。新しいゲームでいいのかな？どんな感じの冒険になるんでしょうね。なんでしょう。ロボットですかね。見た感じ。ん？これは自分でしょうか。敵でしょうか。ん？なんでしょうね。ロボットで、あ、手前に自分が映りましたね。ウサギですか？チョコボみたいな感じ。では、ここから動かしていくっていう感じですね。まあ、最初ですから道なりに進んでいきましょうか。お、なんかいっぱいキャラクターいますね。キャラクターというか、動物ですか？何でしょう、これ。ジャンプは B ボタンでいけるという感じですかね。あれ、さっきのキャラクターどこ行きましたかね。あ、いました。なんでしょう。これ動いたんで、じゃあここ。はい、ん？入っていきますか。待てばいいのかな？ よくわからないな。今のでよかったんでしょうか。なんかパズルアクションって書いてあったんで。ねえ、どんな感じかちょっと楽しみですね。どうしたんでしょう。ん？なんでしょう、虫、あ、ダメージ受けてしまいましたね。どこで回復できないですか？お。あ、危ない。石、もう一撃食らうとこでしたね。回復はどうやってするんでしょう。ちょっと今、かくついたのが心配ですね。お。無理やりこじ開けていくスタイルでしょうか。間を通っていけというタイプ。いや、一緒に入っていけるんですね。待っててもよかったかもしれませんね。なんか、まあまあ綺麗ですね。さっきみたいにダメージ受けないようにしていきましょなんか変わりましたね。また、自分がここに、あ、セーブでしょうか、このマークは。お、力技ですね。じゃあ、これそっち行っちゃうんでしょうか。ん？あ、自分は登れないので、ね、遠回りしていくっていう感じでしょうか。今、花が動いて走っていきましたね。なんでしょう。まあ、とりあえず、こっち行けばいいのかな？いや。違うみたいですね。こっちかな？ん？さっきのはヒントだったかもしれないですね。ここを登っていくっていう感じでしょうか。ここは、あ、飛べますね。じゃあこんな感じで追いかけていくという感じですね。この距離いけるんですね。ああ、うまくいきましたね。あ、やっと追いつきましたね。どうするんだ？ん？ここなんかマークがありますから乗ってみますか。
いや、乗るわけじゃなさそうですね。どうするんだろう。ここも違う。ん？まだ掴みづらい。キリンですか？ちょっと変わった生き物ですね。まあ、キリンっぽいですけどね。てか、さっきの巨大なキャラクターは何だったんでしょう。さっきダメージ受けて、またダメージ受けて。ああ。腕を切られて、そこから義手になったっていうことでしょうか。いい感じの導入部分ですね。これからどんな感じでね、始まっていくんでしょうか。まあ、ゼルダみたいに2年、いや、100年眠り続けるっていうことはないと思いますけど。こういうなんか、かっこいい感じですね。ロボットの腕を外すって、どうするんでしょうか。あ、ここから、タイトルですね。ホブというゲームですね。ちょっと意味深な始まり方でしたね。あんなので、つくんですかね。やっといろんなアクションを使えるようになる感じでしょうか。まだ重さにも耐えきれないという感じでしょうかね。さっきのキャラクターはどこ行ったんでしょう。探し始めるところからっていう感じでしょうかね。じゃあ上行きましょうか。インタラクト？とりあえずいろんな、ZL ボタンでできるという感じですね。で、話すときは、ZR ボタンですか。じゃあさっきみたいに。どこに行ったんでしょうね。これ落ちたら怖いので。とりあえず、もう一回。多分、茶色のところは動かせるっていう感じでしょうか。この中は何もなってないみたいですね。じゃあ、登って。ね、さっきのキャラクター、どこ行ったんでしょう。ああ、セーブポイントですね、普通の。いましたね。ねえ、特に文章がないので、どの言語でもできるという感じでしょうか。インタラクト。あ、剣が折れた。少しずつ揃えていくっていう感じでしょうか。まあ、さっきの人形消えてしまいましたね。片腕ずつになったので。なんか増えましたね。先に行けって言ってますね。製鉄所でしょうか。これでいいのかな？なんかいろいろありますね。
まあでもこれは今持ってないので、できないという感じでしょうか。まだまだ慣れないな。これは回復でしょうかね。ん？まだまだわからないことばかりですね。じゃ。なんでしょう。腕を交換していくという感じでしょうかね。じゃあ、剣を作っていくという感じで。なんかこういうのも面白いですね。ほう。なんか思ってた剣とはなんかイメージが全然違いますけど。あ、アップグレードしていくといろいろ解放されていくんですかね。あ、戻っていきました。お、鳥と遊んでますね。じゃあ、お、なるほど、こんな感じでやっていけるような感じ。なんとなくゼルダに似てますね。あれ、こっちに進めるようになったということ。これは多分、はしごみたいな機能でしょう。あ、ここも降りていける感じですね。インタラクト。ただ座るだけのアクションだったんでしたか。妖精がいるという感じですかね。これちょっと喋りすぎですかね。横移動もできるみたいですね。とりあえず戻っていきますか。あ、こっちなんかできそう。できそうですけど。雨攻撃とかなさそうですね。なんでしょう。なんかできること増えたんですかね。なんかできたらいいですけど。逆に言葉のない難しさっていうのがありますね。ここからどうやって進めていけばいいんですか？一度行けば何かあるかな？何もありません。あ、なるほど。おそらくですけど。もしかしてジャンプとかできるのかな？お。へえ、身軽ですね。腕、ん？あ、ちょっと動かなかっただけですね。インタ、あ、ここか。じゃあさ、オレンジ色のとこに持っていくっていう感じ。ちょっと、やっと少し覚えてきましたね。結構このキャラクター跳躍力があるんですね。あ、危な。ちょっと補正があるからいいですね。横で上登ってっていう。変わった感じです。初の敵でしょうか。ちょっとやってみますか。あっけないですね。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。